お元気ですか？ペルシアンと申します。今晩の夕飯はこちらでございます。レンコンのね、ハサミ揚げでございますね。挟むものはですね、海鮮を使ったね、エビとかのね、すり身でございますね。なおすり身の方はね、市販でね、売っておりましたものを使いました。本当はね、自分でもね、できるんですよ。魚をね、3枚におろして、小骨を取ってね、あばら骨を突き取ってね、そうやって皮をね、引いて、ね、細かくしてね、すりこぎでね、ね、すり鉢とすりこぎ使えばね、大体はね、できるんですけどね、仕事でね、ちょっと時間がないのでね、今日はね、市販のものをね、使いました。で、あとね、玉ねぎなかったね、レタスと卵のスープでございまして、で、しばらく続きます。サイダーのね、スプライト割りでございます。焼酎のね、サイダー割りでございます。本当はね、スプライト使いたかったんですけどね、スプライトがですね、1.5 リットルがね、最近ね、売ってないんですよ。のでね、今回はサイダーで代用しました。これを食べて飲んでね、明日の仕事に備えて頑張りたいと思います。で、今日ですね、今週1週間は、1000人ですね、帰り咲きライブでございますので、今日ね、ライブやりました。そして皆様ね、来ていただいた皆様、本当にありがとうございます。で、金曜日ですね、5月27日の方もね、やりますのでね、同じ時間でございます。14時前でございますのでね、よかったら遊びに来てください。よろしくお願いいたします。はい、以上で、あとはですね、前にね、話した動画で、ごめんなさい。前に話したことでございますのでね、特にね、話すことはございません。今日はね、食べて飲んで、あとは寝るだけでございます。皆様もお仕事頑張ってください。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは失礼します。ペルシアンでした。どうもありがとうございました。良い一日をお迎えください。それでは。